小里城は岐阜県水波市にかつて存在した日本の城。小里光忠が天文三年に小里川南岸の城山に築いた。それ以前は付近の小里市の菩提寺である江徳寺の西に小里新城があり、時市や小里市の居城だったとされる。小里市は時元。 来ないしその子の来連から始まったとされ、元来の戦死後は諸国を放浪したが、越前国の浅倉市の公演を得て、時、江名両軍の給料を約三千六百国余りを取り戻した。ただし、築城者の三忠が、時氏の系譜を引くかは不明とされる。三忠は、織田信長に従ったが、元気元年の武田市重臣の秋山虎重が、東美野に侵入した。 西の上村合戦にあぶれ死去した。三忠の子、孔明は、天正二年に、小里城に在城しており、織田信長は、岩村城を攻める拠点として、鶴ヶ城に、川尻秀高、小里城に、池田恒興を五番手として入れ、改修を行った。なお翌年岩村城が落城すると、この工事は中止された。天正十一年、小里三脇は、 織田信ぶに仕えたが、静ヶ岳の戦いにより、豊臣秀吉に敗れて信ぶが自害した後は、森長吉に攻められて、小里城を離れ、和田勢を名乗って、徳川家康に仕えた。その後、関ヶ原の戦いの功によって、光明の子、光親は、慶長5年に、時、江奈軍の給料を再び与えられ、小里城に帰還し、陣屋を構えた。しかし、 光親の子、三重は、死死がないまま、現下9年、1623年に亡くなったため、小里氏は断絶した。現在は、県指定の史跡で、城跡は、山頂部の、本丸クルワートと、北西山麓の、御殿場跡と呼ばれる館跡、及びその東側の尾根城の、東取で跡からなる。本丸クルワートの指定面積は3,990。 平方メートル、五天場跡及び、東取りでの一部の指定面積は23,013平方メートルである。本丸クルワ跡には、不等辺六角形で、半地下構造の天守台があって3段に、石垣が組まれ、築城用の割石が散在している。他に、マス型と呼称される石組以降、石垣を使用したクルワ跡が存在する。五天場跡は、 少なくとも16世紀紅葉には造成され、17世紀初頭には大型の祖先建物が建てられ、17世紀前様に廃絶したことが判明している。大手門石、御殿跡、井戸跡、石垣などがある。また、一の木戸、石垣、井戸などの残る一帯が小里市の地味屋だったとされる。小里城の遺構は、資料に見える小里市や小里城の経緯と、 おおよそ昭和でき、また、近世諸島の上巻以降が良好に残存していることなど、小里市の実像解明や江戸時代初頭の旗本神社を高級する上でも、重要な遺跡であると高く評価できる。アクセス、ありがとうございます。